青木由美と佐々木千明の愛され召し上がれ。皆様はじめまして、料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千明です。さて今回から始まりました愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、お隣にお座りの料理カウンセラー青木由美さんが運営されていらっしゃる愛され飯協会での活動をベースに、ラジオをお聞きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、いろんなお料理のレシピ、メニューの選択など、料理と婚活、そして青木由美さんの魅力、そして私佐々木千明のこだわりなんかも盛り込んだアラサー女子目線のトレンド情報満載の番組になればと思っております。はい、この番組を通して一人でも多くの方が婚活、お料理、女性らしく生きるヒントみたいなものを一緒に考えていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それではですね、まずは青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得。その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。すごく大層にねご紹介いただいたんですけれども先ほどからね申し上げております通り、料理を通して、婚活とかお料理とか親子関係、様々なねコミュニケーションツールとして普段の生活の中での気づきのヒントをお渡しできればなと思ってます。はい、楽しみにしております。はい、そしてこの愛され召し上がれで由美さんと番組を進行させていただきますのは、女優でタレントの佐々木千明と申します。現在は佐藤製薬様、リゾン様ほか CM をはじめドラマや映画を中心に活動させていただいております。そしてご存知の方がいらっしゃいましたら嬉しいんですが、ここ市川うらら FM さんで毎月第2第4土曜日お昼の2時30分から言葉や筆跡にこだわった番組、言霊アラカルトという番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、この愛され召し上がれ同様にぜひお聞きいただければと思います。こんな2人で今回から楽しく皆さんに料理、婚活などについてお伝えしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず初めのコーナーは、冷蔵庫の残り物三段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。今まさに晩ご飯を作ろうとしていらっしゃるお母さん、今日は残業の後に自炊が待ってるという方々はぜひコーナー必聴です。そして私たち愛され召し上がれは普通の料理番組とは違います。ラジオで料理の作り方をやろうとしていること自体なかなかなんですけれども、なんとタイトルにもありました通り、残り物三段活用、そう、一つの食材に対して3つの簡単な料理レシピを紹介しちゃいます。それでは由美先生、このコーナーだけですね先生と呼ぶように作家さんから言われてますので、私佐々木ちゃん実践しておりますが、由美先生、今日の食材は何でしょうか。はい、今回は1回目ということでですね、よくありがちというか残りがちな食材、はい、ピーマンについていくつかのレシピを紹介していきたいと思います。確かに冷蔵庫に必ずあると言っても過言ではないですね。そうですよね、よく使いますからね。はい、で今日ご紹介していくまず1品目、はい、おかかピーマンです。おかかピーマンですね。はい、こちらですね、ピーマン、おかか、めんつゆ、これだけで作っていきます。この3つだけで作れちゃうんですか。はい、簡単なんですけれども、はい、ピーマンを切って、はい、種を取ったらですね、はい、細切りにして電子レンジで2分間チンします。電子レンジにかけるときはラップとかはかけたりした方がいいんですかね。そうですね、できればふわっとラップかけてもらえるといいですね。ふわっとですね。はい、うんうん、で電子レンジから取り出したら、はい、おかかとめんつゆで混ぜるだけで完成です。それだけなんですね。そうなんですよ。めんつゆはもうお好きなものを入れちゃう感じですか。そうですね、もう本当にですね、いろいろな希釈のものがあると思うんですけど、うんうん、好きなものを使ってもらって大丈夫です。簡単ですね。はい、あっという間なんですが、はい、そして2品目、はい、
今度はですね、ピーマンのベーコン巻きです。あ、美味しそうです。はい、こちらですね、ピーマン、ベーコン、はい、塩コショウ、これだけです。あ、これもこれだけですか。そうなんですよ。簡単なんですけど、はい、ピーマンを切ってからですね、はい、で種を取ってもらったら、はい、縦の細切りにしていきます。これは細切りの方がいいんですか。そうですね。でこれ束にまとめてもらうんですけれども、はい、いくつかの小分けの束ができるので、はい、まあ、大体ですね、一人分を作るのにピーマン1個、うーん、そしてベーコンだとハーフサイズで2枚ほど。あ、2枚だけでいいんですね、はい、ベーコンは。そうなんです。でこれですね、束にまとめたピーマンをベーコンで巻いてもらったら、はい、フライパンで焼いて、うん、そしてですね、塩コショウしてもらって、はい、焼き色がついたら完成です。え、それだけなんですね。はい、簡単に出来上がります。うん、あ、そうなんですね。でベーコンなんですけど、はい、私も1回ちょっとチャレンジしたことあるんですけど、うん、結構ポロポロって取れてきません。はい、難しくないですか。そうですね。なので、はい、ベーコンはですね、つなぎ目から先に下にして焼いていくといいですよ。そうするとつなぎ目から焼けていく。はい、そうなんです。ポロポロしにくい、ならないです。なるほど、勉強になります。はい、そしてですね、3品目、ツナマヨピーマン。ツナマヨピーマン、はい、こちらはピーマン、ツナ缶、マヨネーズ、塩コショウ、はい、これで作っていきます。美味しそう。これですね、はい、ツナ缶とマヨネーズ、まあ、大体大さじ1杯ぐらいですね、はい、これと塩コショウ混ぜていきます。混ぜていきますね、はい、そしたらですね、ピーマン縦切りにしてもらって。半分ってことですか。半分で大丈夫です、はい、その中にですね、先ほど作ったツナ缶とマヨネーズ混ぜたものを詰めてもらって、はい、で上にマヨネーズをかけたらトースターで焼いていきます。あら、まあ美味しそう。そうなんですよ。マヨネーズのね、コクと旨味がありますので、はいはい、でこれですね、ピーマンに焼き色がついたら完成となります。ピーマンに焼き色がついたのって目で見てなんとなくわかるもんですかね。そうですね、色が変わってきますので、はい、やっぱり生だとどうしても苦味がちょっと苦手っていう方も多いと思うんですね。いらっしゃいますよね。ちなみにですね、はい、ピーマン苦いの嫌だなと思う方はですね、はい、ヘタが五角形のものよりも六角形のものを選んでいくといいんですね、はい、え、そうなんですか。はい、これですね、木が疲れて栄養がね、はい、あと水分が絞られていくから、はい、まあ、時間かけて大きくなるということが言われています。うーん、なるほど。じゃあちょっとね、ヘタ見ちゃいますね、六角形のもの、ね、甘いものがお好みの方はね、ぜひ探して、ね、はい、見てみてください。いや、知りませんでした。よかったです。はい、もう本当に簡単にできるピーマンのね、活用法ということで、私もね、早速試してみたいなという商品、料理ばっかりだったんですけれども、はい、もう皆さんいかがだったでしょうか。ぜひですね、ラジオを聞きの皆さんの食卓にピーマンを使った追加の一品並ぶこと期待したいと思います。ちなみにですね、青木由美さん、放送日の前日までに青木さんのインスタグラムで完成品アップされているんですよね。はい、今日ご紹介させていただいた3品紹介されているようでございますので、インスタグラムで漢字で青木、カタカナで由美と検索していただければ、ご覧になっていただけるかと思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。以上、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具、続いてのコーナーはランクザ調理器具ということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回のテーマは、はい、初心者にね、おすすめの調理器具というのをまとめました。初心者ですね。はい、はい、じゃあ早速3位から紹介していきたいと思います。はい、第3位、一般社団法人栄養検定協会さんの片手ですり切れる計量スプーンです。はい、片手ですり切れる、はい、そして計量スプーン、はい、こちら3本セットで税込み1728円なんですけれども、はい、計量スプーンって一番最初お料理に慣れてない時って、はい、味がね、こうどのぐらい塩入れていいのかな、大さじ1ってこれで合ってるっていうことがあると思うんですけど、ありますね。こちらの計量スプーンは蓋ができるというかスライドができて、はい、本当その名の通り片手ですり切れるんですね。なるほど、そういうことですね。はい、どうしてもね、両手使っちゃいました
よね。そうなんですよ。使っちゃうんですよ。どうしても手が汚れちゃうっていうのがあったんですけれども、そうですよね。それがないから便利だなということで、はい、Amazon さんとかね、まあ、お近くのこうデパートなんかで売ってるみたいですので、探してみてもらいたいと思います。はい、そして次第2位、はい、パンポットのフライパン、名前をソラパンと言います。ソラパン、はい、税込みで5,940円です。うーん、これですね、はい、私いろいろなフライパン使ってみたんですけど、はい、あの表面のテフロン加工というか、まあ、フッ素加工なんですけど、はい、これねすごい長持ちするフライパンなんですよ。そうなんですか。でカレー作っていても、はい、匂いがね残らないんですね。へえ、でもフライパンでカレーを作るって結構すごいですね。はい、スパイスから作ったり、あとキーマカレーなんかの時にはよく使われるんですけど、あ、どうしてもねお鍋に匂いついちゃいますもんね。こちらもねとっても便利な商品で、楽天さんとかで販売をされてます。私も早速ちょっとチェックしてみたいなと思います。はい、そして気になる第1位なんですけれども、はい、気になりますよ。こちらですね、はい、なんとキャンドゥのシリコンのフライ返しです。なんと100円。そうなんですよ、キャンドゥさん100円ショップです。そうなんですか。びっくりですよね。驚きですよね。これ、まあ、本当にね100円ショップというからには税込み価格108円の商品なんですけれども、うん、はい、シリコンの商品なので、はい、長くね使うこともできますし、はい、そして、まあ、カラフルでね可愛いんですよ。うん、なのでこちら私もですね家でもあの料理のスタジオでも使ってます。あ、実際青木さんも使ってらっしゃるんですか。はい、愛用品です。あら、じゃあ早速ちょっと100円ショップに私も駆け込もうかなと思います。ぜひぜひ。はい、ね、今回はね、はい、初心者におすすめの調理器具ということでご紹介していきましたけれども、はい、3位、ね、片手ですり切れる計量スプーン、はい、2位、フライパンでソラパン、ソラパン、1位、キャンドゥのシリコン製のフライ返し。いやー、これはね、あの初心者っていうことでやっぱりあの料理のな何を使っていいのかたくさんある中で選ぶのって結構大変なんですよね。選ぶのですごくあのもういいかなって思っちゃったりする方もね、私がそうなんですけど思っちゃうんですけど、もうこの今日ご紹介いただいた3商品に関しては、はい、ぜひちょっとチェックしましてですね、料理の中に取り入れていきたいなというふうに思いました。ちょっと気軽に始められそうですね。そうですね、やっぱりねあのすぐ使えるっていうものが一番ベストですので大事でございます。はい、以上ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さてこのコーナーはコーナータイトルにあります通りぜひもの、つまり我々の業界用語の一つで、テレビ番組やラジオ番組において絶対に欠かせない部分、ネタ、アイテムなどのことを言い、ぜひとも紹介しなければならないものの略のことなんです。では何のぜひものかと申しますと、ズバリ恋愛でございます。例えばですね、この楽曲の歌詞を聞いていれば婚活がうまくいったり恋愛が成就するのではと、私佐々木千秋がですねおせっかいにも勝手にセレクトした楽曲を紹介し、毎月番組放送がある2回ともかけさせていただくコーナーです。今回は第1回ということでですね、甚だベタなチョイスではございますが、西野カナさんのトリセツを選ばせていただきました。はい、青木さん、トリセツ聞いたことありますか。これね大好きなんですよ。本当ですか、今日ちょっとね嬉しいです。本当にあの乙女心、女性の取扱説明書を歌った曲なので、多分男性の方とかもご存知の方話題に上りますもんね。そうですね、はい、会話によく出てきます。きっと知ってる方多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、序盤がこの度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう、そして一点物につき返品交換は受け付けません、ご了承くださいという歌詞が入っているんですよね。この歌詞いいですよね。いいですよね、本当にあの返品受け付けませんという感じがすごく好きなのと、あと女性、これあるあるだと思うんですが、急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えない、だけど放っておくと怒りますと。これあの女性の方多分うんうんって思ってる方多いんじゃないかな。うなずいちゃいます、ということで歌詞に注目していただきたいなということで選ばせていただきました。改めまして、今回から始まりました新番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーは
ラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けてそのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリングを経験をもとにアドバイスしていただくコーナーです。それでは由美さんお話しできる範囲で過去のご経験をもとにまずは印象に残っていらっしゃる方のエピソードとその婚活のプロセスそして一番気になるその成果というか結果についてお話しいただけますでしょうか。はい、今回ねご紹介させていただきます女性なんですけれども、はい、学生時代にですね、はい、ちょっとまあおどおどしていたからなのか、はい、あの男性とね目を合わせられなかったりとか、うん、あとはからかわれてしまったりとか、うん、まあ、そうしてですねその結果、まあ、職場もね女性ばっかりの職場に就職をしていまして、はい、で当時48歳の独身の女性だったんですね。うん、その方、はい、ね、就職先でですね、はい、まあ、初めて片思いしまして、あら、で告白したんですよ。え、勇気ありますね。本当ですよね。すごい。ところが残念な結果で振られてしまったんですね。でこの、ね、振られた結果でどうにかしたいと思ってレッスンにいらっしゃいました、はいはい、すごい前向きです。そうなんですよ、努力家なんですよね、はい、でその方ですね、はい、いろいろとお話を聞かせてもらって、はい、で実際にどんなメールのやり取りをしてたのかなっていうのも見せていただいたんですけれども、はい、あのメールがですね長文で重たいメールを送っていたりですとか、結構こう思い詰めて真面目な方だったんですね。なるほど、なるほど。なので私彼女にですね、はい、ちょっといくつかのことやっていただいたんですよ。お、何それどんですか。それですね、はい、まずは自分自身を満たすっていうことをやってもらいました。自分自身を満たす、はい、あの彼女にですね、はい、料理で自信をつけてもらいたいと思ったんですね。うーん、なので、はい、料理を一生懸命練習してもらって、はい、できたできたできたっていう体験を何度もしてもらいました、はい、それで満たして。そうなんですよ。そういうことなんですね、ちょっとずつ自信がついていくんですよね。でさらにですね過去のメールを、はい、まあ、送ってたメールを私添削したんですね、はい、え、秋さん添削したんですか。はい、先生ですね。そうなんですよ。彼女がどんなメールを送っていたのかって全部見させてもらってですね、はい、でいや、あのそこからですね、はい、まあ、メールを送る時の、まあ、ポイントだとか、あとはですね、まあ、彼女婚活中で前に進みたいっていうこともあったので、はい、まあ、婚活のためにですね、まあ、いろいろな人と会う機会を作ってもらったんですね。へー、結果、はい、まあ、お料理とかでだんだん自分に自信もついてきていたので、はい、婚活パーティーにね何度も参加するうちに、はい、マッチングを何度もするようになったんですね。すごいです ね、 でそこからですね、はい、なんと年下の彼氏ができてですね、あら、現在もラブラブです。やましい。やっぱりですね、あの、はい、寂しさを埋めてもらおうとか満たしてもらおうっていう考え方でね彼氏を作るのではなくて、はい、まずは自分自身で自分のことを満たしてあげる、楽しい人生を自分で送ることをする、これがですね、はい、とても大事なんですよ。そうなんですね。どうしてもこう満たされるためにって思っちゃう部分も、ね、寂しいからね、寂しいから思っちゃったりする方も、私もそうですけど、ね、女性の方弱い部分ちょっと、ね、こうありますからね、支えてほしいとか思っちゃったりとかしますもんね、なのでねやっぱりそういった気持ちっていうところを戦って、はい、でやっぱり内面が変わるきっかけっていうのがね、はい、やっぱりあの料理のできたできたできたっていうので、うん、自分の自信がついてくると行動も変わってくるので、うんうん、これが年下の素敵な彼ができるきっかけだったんですよ。いやちょっとでもね内面大事ですね。そうなんです。で内面の上にさらにこう自信がついていくという、こうステップ、大事ですよね。それを料理で作っていくっていうことで、まあ、他にもねいろいろなやり方はあると思うんですね、はい、こうスポーツをやるとか、まあ、勉強するとかあると思うんですけど、はい、やっぱり料理も大きかったです。いや本当なんですね、気軽ですしね。そうですね、こう何かやろうと思う気持ちが、まあ、料理っていうことだったらご自身もね食べてては楽しいですし、そうですね、食べてもらうのも楽しみになりますしね、すごいなんかこうちょっと自分のことのように今聞いてしまいました。
はい、もうこれからもねこの方ラブラブで素敵なね、はい、お二人でいてほしいなというふうに感じました。皆さんいかがだったでしょうか、参考になりましたでしょうか。もっとね詳しく知りたいという方は、青木さんのところで実際に勉強してみたいとお考えの方はですね、ぜひ一度愛され飯協会で検索をしていただければと思います。以上ラジオで婚活のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。今回から始まりました新番組、愛され召し上がれ、皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。この番組は毎月第2、第4火曜日夕方6時からお送りしますので、ぜひ次回放送もお聞きいただければ嬉しいです。初めての放送でしたが、由美さんいかがでしたか。はい、あの緊張の、ね、状態でスタートもありましたけれども、はい、あの私ですね、実は小学校の時に放送部に入ってて、はい、お昼の放送とかアナウンスしたんですよ。あ、そうなんですか。それをねちょっと思い出して懐かしいななんていうのをちょっと楽しんでやってました。ちょっと初めて聞きましたよ。そうなんですね。でもね、あのすごく楽しいお話とか、いろいろこう自分ではなかなか気づけないところっていう部分をすごく教えてもらって、私もなんかねちょっと婚活という意味でね、すごい前向きに頑張っていこうと、この番組とともにね頑張っていこうと本当に今思っております。はい、はい、そしてですね、番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見をぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。